はい、皆さんこんにちは、竹田塾の中森です。今回はですね、いつも、竹田塾チャンネル撮影しているですね、東京の、撮影場所飛び出しまして、なんとですね、京都の方に、来ております。この後ですね、京都港と大阪港の方に行きまして、いろんなね、ちょっと撮影をしていきたいと思ってますので、竹田塾チャンネル関西編ぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。竹田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法関西編。竹田塾の先生が、合格者勉強法を紹介するこの企画ですが、今回は、また大学生になりたての、先生に来てもらいました。早速自己紹介お願いします。はい、野口智則で、はい、関西大学の政策創造学部です、はい、1回生です。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、入試をじゃあ受けたのは2016年の入試と、はい、いうことで、そうです。現役浪人どっちですか？現役です。現役で、はい、ました。ありがとうございます。ちなみに、まあ、今行ってる関西大学以外で受かった大学ってどこあります？はい、龍谷大学と仏教大学を受かりました。うんうんうん、なるほど、分かりました。ありがとうございます。じゃあその入試で実際に使った科目、まあ、文系学部なんで英語と国語と？英語と国語と日本史です。日本史を使っていたと。分かりました。じゃあ今ですね、野口先生と、受験についていろいろ話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは続いてですね、実際の受験勉強の流れを聞いていきたいと思うんですけれども、受験勉強自体いつから始めました？受験勉強は、はい、6月までちょっとバドミントンの部活してて、はい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 、それ終わってから本格的にやろうかなって思って、うんうん、なるほど。ちなみにその引退した時点で成績って大体どんぐらいでした？成績は偏差値が30何歩とかで、30何歩めちゃめちゃ低かった、はい、そこからでもあと1年足らずで関西まで持ってったと、はい、そうです。すごい上がり方しましたね。上がりました。まあ、もともと竹田塾生っていうことなんで、はい、なんでか本格的に竹田塾入ったのもその時期からって感じですか？竹田塾に入ったのは、うんうん、高2の、うんうん、2月ぐらいに入って、うんうんうん、だけどそこはまだ引退してないから、そうですね、あんまりやれず全然勉強できなかったです。なるほど、はい、それで引退してから全力で始めたみたいな感じですね。わかりました。じゃあちなみに受験で使った科目、得意科目、不得意科目っていうのは何ですか？得意科目は日本史がめちゃめちゃ得意だったり、はいはいはい、苦手科目は、まあ、日本史以外ってことなんで、はい、国語と英語が苦手でした、はい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 、ちなみに得意な日本史っていうのはスタート時点どんな感じだったんですか？あ、日本史はスタート時点では、うん、もうスタート時点では結構高かったと思います、偏差値的に、うん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 、じゃあ30代っていうのは結構英語とか国語は、英語と国語は30代で、うんうん、はい、分かりました。じゃあそんな、ね、まあ、割とメイン科目の2つが結構その苦手な状況だったってことなんですけど、そんな中で1日の勉強、まあ、学校あってっていうことなんで、はい、その、まあ、学校終わってからとかどういうスケジュールで勉強してました？学校は3時ぐらいに、うんうんうん、まあ、引退後ですけど、学校3時ぐらいに終わるんです、うんうん、僕滋賀県出身なんで、うんうんうん、その京都港まで行くのに電車で1時間ぐらいかけて行ってたんですけど、おー、なるほど、はい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 、11月とか、まあ、後半になってきてちょっと焦り出して、うんうん、電車の中でまあシスタンとか使って勉強してたんですけど、塾に着くのがまあ5時とか5時ぐらいで4時とかで、うんうんうん、で最後の10時まで残って、うんうん、まあ、勉強して家帰ってもう寝るみたいな、そういう生活。じゃあ移動時間プラスその4時5時から10時ぐらいまでの間、はい、そういう感じです。その時間で、まあ、フルにやってたと、はい、学校の中で内職とかしてました？してました。内職はすごくやってました。なるほど、はい、京都校の高田先生に内職やり方を教わって、はい、めちゃめちゃ教えてもらって。なるほど、はい、はい、やっぱ内職やらないとちょっときつかった？そうですね、内職がなかったら、うんうん、まあ、ちょっときつかったです。内職があったからちょっと成績伸びたっていうのもあります、うんうん、やっぱ人より時間やんないとみたいな、そういう感じで、はい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 、ちなみに結構この参考書はこの教科でよく使ったなみたいな参考書、なんか思い出深いのあったりしますか？英語のシスタンをすごく、英語のシスタンとネクステをすごくやり込みました。おお、何週ぐらい実際しました？何週かは覚えてないんですけど、ほんまにボロボロになるぐらいまで使って、はいはい、それこそもう 100% 当たるぐらいまで。そうなんですよ、僕頭悪かったんで、うんうんうん、めちゃめちゃやってるんですけど、うん、答えられないとかよくあったんですけど。なるほど。でそれをもうずっとやってました。ありがとうございます。
まあでもすごいですね、本当に成績の上がり方で言ったら本当に逆転合格っていうのも本当に言えるレベルだとは思うんで、非常に素晴らしいと思います。はい、では続きましてはですね、直前期の勉強について聞きたいと思うんですけれども、直前期はなんかその3教科どういう気持ちで、なんていうかどれで稼ごうとかっていうのはどういう計画立ててました？日本史でまず稼ごうと思って、日本史を9割近く取れるっていうぐらいまでしといて、国語と英語は受験生の平均ぐらい取れたらいけるかなと思って頑張ってました。そのために多分特に日本史結構力入れてあったと思うんですけど、はい、日本史はどういう勉強してました？小電気日本史は、参考書は、ルートの参考書で、石川の実況中継っていう参考書を、これもまた主にボロボロになるぐらいまで使って、めっちゃ読んで、はい、主にめちゃめちゃ勉強しました。内職とかでも、あとはもう過去問も結構がっつり、過去問もがっつりやってました。国語と日本史はどうですか？国語と英語はどうですか？国語と英語は、国語はちょっと問題を解かへんかったら、点数が上がらへんなって自分で思ってたんで、国語はもう過去問とか問題集とかはやりまくって、英語はアシスタントネクステと即熟をもうずっと回す、もう基礎知識で乗り切るっていう感じでやってて、結果どうでした？本番のその手応えっていうのは。本番はいろいろ8回も受けたんですけど、自分の予想通り日本史が取れて、英語と国語が平均ぐらいやったっていう感じです。結構それもやっぱりなんていうか予定よりも下回っちゃったりとかも結構あって、そうです、テストによってできなかったりできたり、英語がめちゃめちゃできた日があったりできなかった日があったりしたんですけど、日本史は安定して全部9割はいけてました。本当じゃあ英語と国語の出来次第で、そういう感じです。たまたま両方とも結構相性に入れたらなんとかなるけど、片方やらかすと危険みたいな、なるほどっていう形だったわけですね。まあ、でもそれでちゃんと、ね、1回でも届けばやっぱ合格できるわけなので、しっかりゴールできて良かったですね。ありがとうございます。はい、それではですね、大学生活にちょっと聞いていきたいと思うんですけど、大学生活実際楽しいですか？楽しいんですけど、ちょっと人見知りなんで、ちょっと喋るのが苦手っていうのがありまして、あまり友達ができてなくて。じゃあここからちょっと楽しくなるように頑張ります。ここから、頑張ります。でも結構今でもアルバイト結構頑張ってる。アルバイトの方が楽しいです。竹田塾の先生と竹田塾の講師と居酒屋のバイトをやらせていただいて、どっちもやっぱ対人系なんで、でも会話スキルが上がるという。それを目的に、選びます。それで慣れてって、大学の友達をちょっと作れるように頑張っていこうみたいな。頑張ります。ぜひぜひそれで、竹田塾も、役立ってくれればと思いますけれども、じゃあそんな、先生もやってる、野口先生ですけれども、同じようにこれこそ逆転合格を狙ってる受験生なんかもぜひなんかどういうことを意識して勉強したかなとかっていう、心構え的なアドバイス欲しいと思ってると思うんで、ぜひ何かあれば一言メッセージをよろしくお願いします。自分めちゃめちゃバカで、部活をめちゃめちゃしてたんですけど、バカでもちょっと最後まで頑張ったら目標は達成できるって思ったんで、頑張って受かろうっていう気持ちを大切にして頑張ってほしいと思います。実際受かった時どうだったの？合格発表で。めちゃめちゃほんまに嬉しかった。ちょっと母親も父親もちょっと泣きかけやって、それ見て自分もちょっと泣きそうなんです。ほんまに嬉しかったです。そういう体験できるってやっぱ人生の貴重ですよね。めちゃめちゃ嬉しかった。ぜひ見てる、同じように志望校を、狙って逆転国狙ってる人たちも、親が感動して泣きそうになるぐらいの、結果を出せるというのは本当に素晴らしいと思いますので、ぜひ、野口先生に続いてもらえればと思います。というわけで以上、野口先生のインタビューでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。